衆院内閣委員会は18日の閉会中審査で、新型コロナウイルスの爆発的な感染拡大などについて議論した。政府分科会の尾身茂会長は急速な新規感染者の増加を災害と表現。首都圏問題との認識を示し、対策強化を訴えた。立憲民主党の今井賀人氏は、強いメッセージが必要だとして全国への緊急事態宣言発令を求めた。これに対し、尾身氏はこの問題は相変わらず首都圏問題だと指摘。宣言発令が長期間に及ぶ東京都などで必ずしも効果が出ていない。一体どうするかに議論の本質があるべきだと語った。尾身氏は、感染状況に関し検査の供給体制が間にあっておらず、検査を積極的に受けない部分もあるとして、実際に報告されているよりも感染者数はもう少し多いとの見方も示した。